到着しました。前回入りたくても入れなかったお風呂にやってきました。今日はバッチリ空いてます。じゃあ今からお風呂に行ってきます。今年1年ありがとうございました。来年2024年もよろしくお願いします。乾杯。うまい。
かも。おいしい。エビがでかい。ちゃんとおるよ、エビ。衣だけじゃなかった。はっ、幸せ。まあ今日はね、12月31日今8時26分なんですけど、実は昨日香川から帰ってきたんですよ。香川でオッチーと車中泊して、で帰ってきて家で寝て、でまた今日車中泊に来ました。やっぱり初日の出見たいなと思って、ここはね、道の駅串本端食いはものすごい車の量で、まあ、ギリギリ止めれたので今日はここで車中泊して、明日のね、初日の出見れるかどうか分かんないですけど、見れたらいいなと思ってます。梅雨ぐらいに紀伊半島の旅で私一回ここ来てるんですけど、その時にね、あのステッカーくれたおっちゃんが、あの日の出がここから見えるよっていうのを教えてもらったんで、ここに来ました。なんや、何のお知らせやろ。全然寒くない、むしろちょうどいいぐらい。大晦日なのでちょっといいもん買ってきました。お酒持ってきました。いや、買ってきました。正月仕様の、見えるかな、金粉入り。明日飲めないんでね、私車運転して家帰らないといけないので、なので今のうちに正月気分を味わっときます。おちょこ、つまみは生姜せんべいです。これでチビチビ飲みながらYouTube でも見ようと思います。おう、金粉入った。金粉入り。あ、めっちゃ生姜の美味しそうな匂いする。いただきます。はあ、甘い。オフ。うん、甘い。
明けましておめでとうございます。昨年は動画をご視聴くださりありがとうございました。本年もどうぞよろしくお願いいたします。寝ようと思ったんですけど、やはりカウントダウンをしなければと思ってゲームして起きておりました。では今度こそおやすみなさーい。
さん日本酒持ってきて。柔らかい。